モグラに困っていましたクラピアの緑絨毯が台無しです。モグラはクラピアの庭を荒らすイメージがありますが、実はクラピアを食べているわけではありません。ミミズやコガネムシの幼虫などを主に食べているので直接的な被害はないのですが、何せクラピアが盛り上がったりへこんだり、中には大きなモグラ塚まで作られるので見た目がかなり悪くなります。ちなみに我が家ではモグラの被害は今のところ発生していません。動画のバックで流れているのはミミズの糞塚の様子です。今年はスミチオン乳剤などの殺虫剤を使っていないのでミミズがとても多いです。こういった状況下になるとモグラが寄ってくるのではないかと思っていました。周りが山林や畑ならなおさらでしょう。クラピア植えられてモグラの被害で困っている方は結構いるので、今回は代表的なモグラ退治の方法についてお話ししたいと思います。まず最初にモグラ退治の方法には大きく分けて4つあります。追い払う、駆除する、餌をなくする、捕獲するですが、ちょっと検索しただけでもかなりの数があるので、今回はその中でもクラピアの庭にあったやり方を紹介したいと思います。まず最初に追い払いや駆除ですが、これについてもたくさんありすぎて何を紹介したらよいか悩みましたが、クラピアを植えられた方が行った方法を取り上げてみます。まずはソーラー式モグラ撃退器です。効果はあったと報告されています。いろいろなタイプが販売されていますが、基本的には音波や振動で脅かして追い払う方法です。少しうるさいけど家の中までは聞こえません。ただ広いお庭だとある程度の本数が必要です。最初は試しに1本買いましたが足りませんでした。モグラが逃げて別の穴を掘り、最終的には3本追加してモグラが来なくなったそうです。これは最近インスタで見かけたクラピアオーナーの方が使い始めたものです。唐辛子成分配合のピリピリスティックと、名前を聞いただけでも効きそうな感じです。効果のほどはどうだったのか結果が楽しみです。忌避剤も多くの方が使われていますが、意外と多いのがガムを使った駆除です。モグラの穴に風船ガムやフルーツ系のフレーバーガムを噛みほぐして穴の中に放り込んでおくだけです。実際に試されたクラピア仲間のマサさんは、風船ガム作戦を行ってからモグラ被害はなくなったと言っていました。その他にも調べるといろいろなモグラ退治の方法がありました。いずれもモグラの穴に仕掛けるタイプですが、ホースを突っ込んで注水、発煙筒、煙玉、爆竹、日増し湯に浸した綿球、パラゾール、ペットボトルの風車でカラカラ音を立てて追い払うなどです。効果のほどについては全くダメだったという方もいますし、賛否両論でこれなら絶対ですというのは今のところはなさそうです。次に餌をなくすることによってモグラを来なくする方法です。モグラはミミズやコガネムシの幼虫などの餌を求めてクラピアの庭にやってきます。なのでオルトラン DX 流剤などの殺虫剤をまいて虫の密度を下げると必然的にモグラの発生も少なくなります。ただミミズは益虫なので、できればそう簡単には駆除したくないところです。ミミズを取るかモグラを我慢するかは悩みどころかもしれません。ちなみに植栽シート、クラピア用の2コンタイプの防草シートを敷いていてもモグラの被害に遭ったという方もいますので、シートはモグラ対策にはならないようです。はい、以上で今回はモグラに困っていましたクラピアの緑絨毯が台無しですでした。クラピアチャンネルではこうしたクラピアに関しての情報を引き続き発信しています。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。